マスキーゴンは、アメリカ合衆国ミシュガン州ロワー,ー半島の西岸、マスキーゴン軍の都市であり、同軍の軍長所在地である。2010年国勢調査で、の人口は38,401人だった。マスキーゴン軍区の南西宮に位置しているが、管理上は自立している。マスキーゴン都市圏は2010年の人口が172,188万人だった。 さらに大きなグランドラピッツワイオミングマスキーゴン、広域都市圏に属しており、その人口は132万1557人である。ミシガン湖からマスキーゴン湖への入り口マスキーゴンとなった地域を人類が占有したのは、7000来市8000年前の移住型パレオインディアンの漁師であり、ウィスコンシン氷河が交代した後で、この地域を占有した。パレオインディアンの後は、 ウッドランドインディアンのいくつかの発展段階を経ていき、その中でもホープウェル文化の部族がこの地域を占有したのはおそらく2000年前のことである。マスキーゴン地域に住んだのはオタワ族やポタワトミ族インディアンの様々なバンドだった。1830年時点でマスキーゴンはオタワ族の集落がある場所だった。おそらくこの時代のインディアンの中で最もよく、 記憶されているのが、オタワ族のペンダルアン州長である。1730年代、イリノイのフォックス族インディアンをフランスが絶滅させようとした動きに参加し、ペンダルアンとその部族は1730年代と1740年代に、マスキーゴンとその周辺に住み、1742年にフランス人に誘導されて、トラバース湾の開拓地に移動した。マスキーゴンという名前は、 オタワ族の言葉で、湿地の川あるいは沼地を意味するマスキーンから得られていた。マスキコン川が17世紀後半に作成されたフランス人の地図に載っており、フランス人探検家がその頃までに現在のミシガン州西岸にまで達していたことを示唆している。1675年、ジャック・マルケット神父がセント・イグナスへの最後の旅で、この地域を通って北に向かった。 また1679年、ラサールの副官アンリ・デ・トンティの率いたフランス兵部隊がこの地域を通過した。マスキーゴン地域で最も初期に知られているヨーロッパ系アメリカ人住人は、毛皮公益業者かつはな両氏のエドワード・フィッツジェラルドであり、1748年にマスキーゴン地域に初めて来て、そこで死んだホワイト湖の付近に埋葬されたと伝えられている。 1790年から1800年のいずれかの時点で、フランス系カナダ人公益業者、ジョーゼ・フラ・フランボワズが、ラック湖の出口に毛川公益基地を設立した。1810年から1820年、ラマー・アンディ、ジャンバティスト・レコレクト、ピエール・コンスタンなど、フランス系カナダ人毛川公益業者が、マスキーゴン湖周辺に公益基地を設立していた。 1800年代後半の林業時代、製材会社が北市岸の宝ン湖からマスキーゴン川を使って白松材を流し、マスキーゴンにある製材所に送って加工していたヨーロッパ系アメリカ人によるマスキーゴンの開拓は1837年に熱心に始まった。それは地域の広範な木材資源の開発開始と時を同じくしていた。 1837年の林業開始は地域の歴史で最もロマンチックな時代と考えられるものの始まりでもあった。19世紀半ばの林業、製材業のために多くの開拓者を引きつけ、特にドイツ、アイルランド、カナダからの移民が多かった。マスキーゴン市内のいくつかの地区が別々の村として始まった。ブラフトンは1862年。 レイクトン軍区の製材村として設立された。1868年から1892年には、独自の郵便局も持っていた。ブラフトンは1889年に、マスキーンオンに併合された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は18.12平方マイルであり、このうち陸地14.21平方マイル。 水域は3.91平方マイルで、水域率は21.58%である。マスキーゴン市の西はミシガン湖であり、北はマスキーゴン湖である。マスキーゴン川が市の北東端でマスキーゴン湖に注いでいる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 1976年、マスキーゴン中心街にマスキーゴンモールが建設され、期間店として、シアーズ、スティケティズ、ハーディズ・ハーポルシャイマーズが入っている。2001年、第二のモールとしてザ・レックスモールが街の南東に建設され、その結果マスキーゴンモールは閉店になった。その他の小売業は、アップル・アベニュー、シャーマン・ブール・バード、ヘンリー・ストリート沿いにある。 ミシガン州共生省がマスキーゴン南東部にあるマスキーゴン共生施設を運営している。この刑務所は1974年に開設された。アメリカ合衆国郵便公社がマスキーゴン郵便局を運営している。マスキーゴン公共教育学区は1860年の設立であり、幼稚園前から12年生までの児童生徒の教育を行っている。さらに、 マスキーゴン美術館とマスキーゴン訓練、教育センターを運営している。公立学校とは別に、私立学校として、マスキーゴンカトリック学校、フルートポート、カルバリークリスチャン学校、ウェスタン、ミシガンクリスチャン学校が幼稚園から12年生を教えている。2010年、ノースマスキーゴン高校は、ミシガン州教育省から州内でも、 成績の良い公立学校に指名された。マスキーゴン市内には、マスキーゴンコミュニティカレッジとベーカーカレッジがある。グランドバレー州立大学のマスキーゴンキャンパスには、ミシガン代替再生エネルギーセンターがある。2016年5月にマスキーゴンイノベーションセンターと改名された。マスキーゴン中心街のミシガン湖センターの中には、アニス水資源研究所が入っている。 西西岸大学、フェリス州立大学、グランドバレー州立大学はすべて、マスキーゴンコミュニティカレッジのキャンパスにある、スティーブンソン高等教育センターで授業を行っている。マスキーゴンコミュニティカレッジの卒業生が、上記各大学のどれかに転入し、マスキーゴンを離れることなく、学士や修士を取得できるような仕組みとなっている。ウィンスロー・ホーマー作、角ノブエに応える。 家からの合図1876年、マスキーゴン美術館像、マスキーゴン郡にはブルーレイク芸術キャンプがある。ツインレイクの町にあるマニスティ国立の森の中にある。昔は映画館だったフラウエンタル芸能センターには2つの劇場がある。1998年に修復され、ジャムの劇作品、マスキーゴン市民劇団の作品が上演され、 ウェストミシガン公共楽団の本拠地であり、マスキーゴンコミュニティコンサート協会の行事すべての会場となっている。現在は亡くなったチェリー軍プレイハウスの本拠地としても使われていた。フラウエンタルはもともと1929年にミシガン劇場として建設された。マスキーゴンにはバーバーショップハーモニー協会の設立自治部の一つもある。 マスキーゴン美術館には中規模の民間収集芸術品が収められている。マスキーゴン夏祭りは2011年の監修の集まりが少なかったので2012年の開催はキャンセルになった。新しい祭りであるコーストウエストがその後釜になった。芸術祭も2013年に復活した。マスキーゴンバイクタイムは毎年7月に開催されている。 2010年の大会では、全米38州とカナダから3万5千台の自動二輪と9万人の監修が、湖岸の町、マスキーゴンに集まった。2012年には、推計10万人の監修が参加した。マスキーゴンモーターサイクルクラブは1920年に、組織された団体であり、1年おきに、アメリカンモーターサイクル協会の公認レースである、ヒルクライムを開催している。 マスキーゴン映画祭は5月に開催されている。毎年8月、ユニティクリスチャン音楽祭はヘリテージランディングで開催されている。5月、ロック・ザ・コーストはミシガンズ・アドベンチャーで開催される。どちらもアライブ・オン・ザ・レイク・ショアが主催している。9月、ミシガン・アイリッシュ音楽祭はマスキーゴン・コガンのヘリテージランディングに著名なケルト系音楽家を連れてくる。アーティストの中には トミー・メイケム、ゲ、ディック・ストーム、スライドー、オールド・ブラインド・ドッグス、シシアンなどがいる。音楽に加えて、アイルランド料理、飲料、商品と文化の展示があり、この行事を盛り上げている。ミシガン・フェイスは、マスキー・ゴン・カトリック中央高校が主催し、同校で開催される。10月初旬、インターナショナル・バスター・キートン協会が、毎年の会議を主催するために、 マスキーゴンを訪れる。この行事は、フラウエンタル劇場で、キートンの映画を上映している。アセスシルバーサイズ、シルバーサイズ潜水艦博物館フラウエンタルのブロードウェイは、秋から春までブロードウェイミュージカルを上演する。また、マスキーゴン美術館や、ウェストミシガン公共楽団もある。マスキーゴンコミュニティコンサート協会は9月から5月までコンサートを開催している。 レイクショア博物館センターとハックレイヒューム史跡。マスキーゴンの製材業の大建物たちが建設した邸宅は現在までに修復されてかつての栄光を取り戻し一般公開されている。ハックレイヒューム邸宅群はマスキーゴン中心街のヘリテージビレッジに属し、マスキーゴン湖からワニブロックの位置にあり国家登録歴史的外区に指定されている。 この邸宅群は、レイクショア博物館センターと共に運営され、センターが、マスキーゴン群の豊かな歴史、ポタワト民族やオタワ族インディアンから、小判の毛川交易業者を経て、今日の世界の木材女王までの歴史展示を行っている。また科学や自然に関わる展示もある。マスキーゴン美術館は、アメリカ合衆国中西部でも精妙な美術館に挙げられている。 高級的収集品の中でもハクビは、ジョン・スチュアート・カリー作になる、カンザスの竜巻である。マスキーゴンには、アセス・シルバーサイズ潜水艦博物館もある。第二次世界大戦で活躍した、潜水艦、アセス・シルバーサイズを展示しており、その他に、同大戦の戦車揚陸艦、アセス・ LST-393、禁止法時代のアメリカ沿岸警備隊が使っていた。 カッター、ユスシジシー、マクレインなどが展示されている。マスキーゴン港には SS ミルフォーキークリッパーが停泊している。以前はカーフェリーとして使われ、現在レイクエクスプレスが就航している航路で運航されていた。この船はアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、当初の形態に修復される長い過程にあるが、一方で一般公開され、戦場では ミルウォーキークリーッパーそのものとマスキーゴンでの水上の歴史を展示する博物館としても使われている。マスキーゴンは歴史ある港であり、商業と古城のたびに使われていた。製材業の時代から第二次世界大戦を通じて歴史上も繁華な時代だった。その港としてのイメージがあるゆえに、講師というニックネームもある。水深が深い港があり、現在でもセメント、 骨材のバラ積みや大型貨物を小岩の施設に運んでおり、石炭を時代遅れになり、廃炉寸前になった石炭滝施設である、b c コブ発電所に運んでいる。マスキーゴン歴史遺産博物館は、1973年に設立された非営利団体であるマスキーゴン歴史遺産協会が、マスキーゴンの歴史的資源を広報するためのものである。協会の任務の一つは、 美術館を通して、マスキーゴン都市圏の経済、産業、社会的歴史を示す展示を行うことである。博物館は1983年に開館し、展示物の中には、コーリスバルブ90馬力蒸気エンジンもある。博物館の目的は、マスキーゴン地域の産業、マスキーゴンの歴史的家屋と企業の情報、写真、人工物を保存することである。2009年、 博物館の再活性化が始まり、メインルームの完全な再配置を行いショーケースや壁に新しい展示を行った。プリントショップがあり、隣の建物は産業セクションがある。展示物すべての印刷された表示も追加された。2010年、博物館は拡張され、隣の靴屋だったものを加えた。2011年から2012年、建物の2階を改装し、 リスのエンジンを移動させた。これはメイドインマスキーゴンの展示である。この博物館には35人が入る教室も追加され、授業に必要な AV 機器も備えている。市内にはカーフレスプラネタリウムがある。マスキーゴン地域スポーツの伝道には、地域の豊富な運動の歴史が展示され、LC ウォーカーアリーナで展示されている。マスキーゴン防波堤灯台、ミシガン湖岸にある。 ペレマルケットビーチから望むマスキーゴン市にはプロスポーツとアマチュアスポーツの長い歴史がある。過去にマスキーゴンで試合を行っていたチームには以下のものがある。毎年6月下旬にはクローニクルシーウェイランが開催されている。15キロと5キロの競争、5キロのウォークフォーファン、15キロの車椅子競争が行われる。他にもグラントヘイブン、グランドラピッツ、ルーディントン、 ホランド、ジーランド、ミルウォーキーからの放送を受信できる。公共交通は、マスキーゴン地域交通体系が運営している。バスは9系統、トロリーが3系統あり、またパラトランジットもある。マッツは、マスキーゴントロリーカンパニーを運営している。3つの系統は、北側、南側、中心街を通り、それぞれ11カ所で停車している。停車駅には、 ハックレイヒューム史跡、アセスシルバーサイズ、マスキーゴン州立公園などが入っている。マスキーゴン軍空港からユナイテッド航空が商業定期便を運航している。グランドラピッツ市のジェラルド・アルフォード国際空港から他にも定期便が運航されている。ベイクエクスプレスの高速カーフェリーはミシガン港を横切ってウィスコンシン州ミルウォーキーに向かう。 マスキーゴンはその東側の発着港である。夏の間は1日3往復、秋は2往復運行される。地域周辺を発着点にする多くの自転車道が建設される予定である。チャールズ・ハック・レーテー・スポーツビト、ありがとうございます。